続いて応用編です。講演会会員シーズンシートオーナーのお客様はワンタッチパス ID との紐付けをしないと講演会選考シーズンシートオーナー追加販売の購入ができません。まずは講演会会員の場合です。画面右上のワンタッチパス ID 設定を選択してください。ワンタッチパス ID を追加するを選択して、登録クラブは清水エスパルスを選択してください。こちらの画面でワンタッチパス ID の入力を求められるので、講演会会員書に記載されている発揮他の講演会会員ナンバーを入力してください。最後に講演会入会時に登録いただいた郵便番号の入力をお願いいたします。こちらで登録が完了になります。講演会会員の皆様には年に1回のご招待チケット企画もございます。席所は1回指定席と2回指定席、先着順でのご案内となります。ご案内のおはがきにチケット取得スケジュールも記載しておりますので、ぜひご確認ください。続いてシーズンシートオーナーの場合です。右上のワンタッチパス ID の設定をお願いします。ワンタッチパス ID を追加するを選択したら、登録クラブは清水エスパルスを選択してください。こちらでワンタッチパス ID の入力をします。今回は SSC から始まるシーズンシート番号の入力をお願いいたします。登録した郵便番号を入力してください。こちらで登録が完了です。最後にチケットを購入したものの行けなくなってしまったお客様に耳寄りなリセール譲渡のご案内です。まずはリセールです。リセールはシーズンシートオーナーのみ利用できる、希望者に有償でチケットをお譲りするサービスです。まずは J リーグチケットメニューのチケット一覧からリセールする試合のチケットを選択してください。次に出品するチケットを選択し、リセール出品を選択。最後にお客様で販売金額を設定いただき、入金先の口座情報を登録いただいたら出品完了です。またリセール成立後は手数料を引いた額を試合2週間後をめどにご登録いただきました口座に振り込みいたします。出品価格は上限価格と下限価格が決まっております。またリセールサービス利用期間は各試合の一般販売開始から試合前日23時59分までとなりますのでご注意ください。次に譲渡です。譲渡はどのチケットでも利用できる、お知り合いに無償でお譲りするサービスです。まず J リーグチケットメニューのチケット一覧から譲渡する試合のチケットを選択してください。次に出品するチケットを選択し、譲渡・分配を選択。最後に URL コピー、LINE で送るなどお好きな方法で譲渡が完了します。皆さんいかがだったでしょうか。今シーズンも多くの方にスタジアムに足を運んでいただき、エスパルスの勝利を後押ししていただければと思います。